はい、こんにちは。今日はいじめの話をしていきます。ここ最近ですね、特に5年間、その平成24年から29年にかけてなんですけれど、いじめの数っていうのがものすごく増えているっていうような、グラフを見つけましたので、今日はそのことについてですね、考察を含めてお話をしていきます。でまずですね、いじめっていうのはそもそもその東京と言い始めたっていうのは、実は結構最近っていうところで昭和58年くらいからなんですよね。で昭和58年くらい、データとして見たのはっていう話ですけど、昭和58年から昭和62年にかけてっていうのは、横ばいか、少し減少くらいですね、この5年間っていうのは。ところが昭和63年から最近の平成29年までっていうのは毎年増加傾向にあるという、グラフの結果が出ていました。で特に平成9年から平成29年までの約20年間っていうところは、いじめ全体の数が約3倍になって、そして、平成24年から平成29年までのたった5年間で、小学校の中でのいじめ件数っていうのはなんと3倍に急増したっていう結果が出てるんですよ。一方で中学校はちょっと下がっている傾向ではあるみたいなんですけれども、じゃあその実態は一体何なのかっていうと、本当にいじめの件数が増えているのかどうかっていうところを探っていくと、実はそうではないというところで、実はそうではないというか、なんて言ったらいいんでしょうかね、いじめと認知される件数は増えたっていうことが正しいと。だからいじめかどうかっていうよりも、これはいじめだっていうふうに指定されることが増えたっていうような結果が出ているというところなんですよね。だから実際にじゃあ子どもたちの暴力的な傾向が高まっているかっていうと、やっぱりその殺人とかっていう意味でいくと、年々傾向減少傾向にはありますと。一方でその親族同士の殺人っていうのは5割以上というような結果が出たりとかしてるんで、身近な人ほど殺しやすいっていうのはあるんですけど、それは今回置いといて、単にですね、昭和時代には見逃していたようななんてでしょうね、ものいじめ、今だといじめだと認定されるようなことっていうのを、細かくアウトになっていったから、最近のいじめの傾向っていうのは高まっていってるんじゃないかっていうのが、その考察の結果なんですよね。で例えば今の小学生なんかっていうのは、その小学校の先生やってる友人なんかにも聞いたりすると、やっぱり取っ組み合いの喧嘩とかしないらしいですね。ミクさんがこの動画見てる皆さんが子供時代の頃とかってどうでした？僕なんか小学校1年生から小学校3年生の頃なんかっていうのもいじめ受けてたのもありましたけど、取っ組み合いの喧嘩なんていうのは1対1も当然やりましたし、1対複数なんていうのもやりましたけどね、今はそういうのはほとんどないらしいですね。口喧嘩も少ないみたいなことは言いますけど、じゃあ実際にいじめだって認定されている中身っていうのを掘り下げていくと、からかったとか悪口を言ったとか、単に廊下でぶつかったとか、あるいは遊びの中でちょっとその叩いたとか蹴ったみたいなこと、全てがいじめと認定されているんですよ。なんならそれが8割以上っていう結果が出ているそうなんですよね。だから本来そのいじめとして認定されやすい、例えば仲間外れにするとか、物を取る隠す、あるいは捨てるとか、それから狭いところに閉じ込めて、トイレの個室とかに閉じ込めて水ぶっかけるとかですね、あるいは集団で暴力を振るうとかっていうものはもう2割以下なんそうなんですよ。はい。でそういうのをそのからかったとか悪口言ったとかちょっとぶつかったっていうのが、子供たち本人だけじゃなくて親も交えて、あれはいじめですっていうことを訴えるようになったんですよね。でこういう細かいものまでを全ていじめだいじめだっていう風になっていくから、本当に認知して解決しなくちゃいけないいじめっていうものが埋もれてしまって、本当にその例えば物を隠されたとか、集団で暴力を振るわれたとか、水をぶっかけられたとかっていうようなことが起こった時に、はいはいまたあの件ねみたいな感じで流されてしまって、肝心のものは見逃されて、結局子供が亡くなるとか自殺をしてしまうっていう時に、あれはいじめだったんじゃないかっていうような、もう後の祭りの状態になってしまっているっていうことなんですよね。僕らが子供の頃なんかっていうのは、20年近く前ですけども、よく女子に対してはブースブースなんていうことを平気で言ったりとか、男子の喧嘩に関しては先生が止めに入るまで、先生がこう羽交い締めにするまでこうお互い殴り合ってたみたいなことなんてのはあったんですけど、それなんかもう今はとんでもないみたいなね、ことをこう認知されてるみたいですけどね。だからいじめの数があまりにも多く、いじめだいじめだっていうふうに言われていってしまっているがゆえに、本来のいじめっていうものが隠されてしまって、今苦しんでいる子ども
たちっていうのがどうしてもこう火を浴びることがないと。でかつですね、以前の動画でもお話ししましたけど、いじめって結局解決して喜ぶのっていじめられっ子だけなんですよ。いじめっ子に関してはそんなつもりはないのになんか無理やり謝らせて、逆にその反抗心が芽生えたりとか、教師に関しては評価の査定に響くし、親に関しては子供の問題なんてね、やっぱり隠したいじゃないですか。っていうことになるとやっぱり表沙汰になってほしくないんですよ、いじめがありましたって。だからいじめられっ子が先生相談があるんですとか親に相談があるんだってことを言ったとしても、それは解決にならないと。俺の評価響くしとか、子供同士の問題がなんかいろいろやって人間関係が付き合いづらくなったら面倒くさいからっていうことで、子供は誰にも相談ができなくなって塞ぎ込んでってしまって、最終的に自ら命を絶ってしまうみたいな結果に結びついていくっていうような話になっちゃうんですよ、どうしても。はい、だからそれを未然に防ぐためには本当にいじめかどうかっていうのはやっぱり見極めるっていうことが非常に大事になってくるんですが、それってなかなか難しいところではあるので、解決策っていうのはやっぱりいろんな人がですね、知恵絞って考察していかなくちゃいけないところではないかなというふうには思います。でその一方で、その一方でとか、それとはまた別の切り口で、やっぱり暴力がいけないとか、そういうその否定的な行為はいけないっていうことを前提に、やっぱりそれを教えることが先行していってしまって、子どもたち自らが学ぶ機会っていうのが今そうやって減ってきてしまっているんじゃないかなと。要は些細なことで悪口を言うとか、ちょっとぶつかって痛いいじめだっていうことをダメですよっていうことをこう先に言ってしまうがゆえに、子どもたち自らがそれをやっていいことなのかやっちゃいけないことなのかっていうのをやっぱり学ぶ機会っていうのが減ってきてしまってるんじゃないかなと。要はこれ以上やってはいけないですよっていう線引きを初めから奪われてしまっているので、大人たちがいなくなった世界でとんでもないことを繰り返してしまうっていう危険性が増えたりとか、あるいは大人の監視の目がなくなったところで取り返しのつかないことを起こしてしまっているっていう、で後からそれはやっちゃいけなかったことなんだなっていうことを気づかされるバーみたいになってしまっているんで、そういうのもやっぱり避けていかなくちゃいけないと、いかなくちゃいけないというか、自ら学ぶ機会を奪っちゃいけないんですよ、大人が。だからある程度の喧嘩っていうのはやっぱり当然喧嘩すること自体がいいか悪いかって言ったら良くないと思うんですけど、大人が奪っちゃいけないんですよ。何回も言いますけど、奪っちゃいけないんですよ。限界を超えてはいけないですけど、その限界すれすれまで行って、子どもたち自身がこれをやってはいけないことなんだなとか、ここまではやっぱり自分たちで何とかすべきだったんだなっていう解決する能力っていうのを身につけさせていかなくちゃいけないですから、逆境を与える、そしてそれを乗り越える経験っていうのを自らする機会っていうのを子どもたちにやっぱり与えてあげなくちゃいけないと。桜花学園ってバスケットボールの女子バスケットボールのもう超名門のですね、もう全国優勝50回を超えてる、60回いたのかな、60回とか言ってるような桜花学園の井上真一コーチなんかもやっぱり、ちょっといじめとは別で体罰っていう問題で、要は部員同士のやり合いですよねっていうものも、ここまでやっちゃいけないっていうようなことを自ら学ばなくちゃいけないってことを著書なんかでも書いたりしてるんですよね。そういうニュアンスでちょっと違うんですけど、それに近いことを話してたんですよね。だから何事も行き過ぎは良くないと、いわゆる過保護は良くないっていう話だったりします。ですから皆さん自身のお子さんが例えば何か問題を起こすってなった時に、まずはその子たちがどう解決するのかっていうのをきちんと見てあげてほしいんですよね。でそれを見てあげた上で、子どもたちだけでは解決しきらんなっていう段階に、やっぱりその一歩手前の段階で大人がしっかりと手を差し伸べてあげなくちゃいけないというふうには思います。ちなみにいじめ云々の話とはまたちょっと別で、体罰とかっていうのはどうなのと、要は子どもたちが悪さした時に頭を打つとか蹴るとか殴るみたいなことをやって、やっぱりある程度のその恐怖心とか支配感っていうのを与えることによって、子どもたちの言うことを聞かせるようにするとか、これ以上その悪さをしないようにしつけるみたいな話が出たりとかするんですけど、これに関しては完全に否定します。50年以上の研究の中で、体罰に関して研究をしたグループとかチームとかがあるらしいんですけど、そこが出した今現段階での結論としては、マイナスかもしくはゼロかしか結果が出ない、要は体罰によってプラスになった結果っていうのは一切ないっていうのが結果として出てますんで、体罰をやってくるような先生が未だに残っているのだとしたら、じゃあ自らが教員同士とか、あるいは、生徒から暴力を振るわれて、あなた自身が改善しますかっていう話なんですよ。改善しないですよね、絶対に。そもそも頭に血が上って考えられないで手を出すような
先生っていうのは当然その程度だと思いますから、そういう意味でいくと体罰っていうのはまさに意味がないというところはもう研究結果でも出てますし、科学的に証明されている部分ですから、これはもう即刻排除されるべきだと思います。どっかのスクールの、ね、人が体罰がいる、体罰がいるとかって言ってるんですけど、残念ながら体罰は不要と、むしろマイナス逆効果でしかないっていう結果が出てますんで、この現実を受け止めてですね、即刻体罰っていうのは排除していった方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。個人的には思うというか、科学が証明しているんですから誰もが認めざるを得ないとは思うんですけどね。はい、そんなところです。ということで、いじめが実は増えている理由っていうのは子どもたちの暴力性が増したとかっていうそういうものではなくて、何でもかんでもいじめっていうふうに認定されていってしまうからっていうことが理由でした。で、そのいじめが何でもかんでも認定されてしまうがゆえに、本来解決しなくちゃいけない本当のいじめっていうものが埋もれてしまうっていうことが、やっぱり最終的に子ども自身が、命を自ら絶ってしまうっていう、非常に避けなくてはならない結果を招いてしまっているというところもありますので、そういう選球眼とかっていうようなものを身につけていくっていうのも我々の使命ではないでしょうか。そんな問いかけをする今日は動画でした。ということで本日の動画以上とさせてもらいます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。